恒例になりつつある。シート畳からスタート。雨が降ったと床がべちょべちょ。とりあえず今シート1枚畳んだけど、もう1枚かかったんよね。ただね、今日はちょっと天気が悪いから、ちょっと風の音うるさいやろうけど、天気が悪いからね、もう1枚は剥ぐのをとりあえずやめときます。もうすぐ7時、まあ今7時になったんで、ちょっと事務所に受け付けてきます。2枚目のシート剥ぎは割愛。この後、このお腹に衝撃が走る。ヘルメットは大事やね、やっぱ。作業中はヘルメットかぶりましょうね。見事なボディーブロー。親父聞いてしまった。えいくそ。冬を疲れた親父、次は警戒して作業。ヒットマンに狙われる親父。今回は警戒しての作業。二度も食らうかボケかす。俺を舐めるな。俺の弾、簡単には取らせないぜ。見えない敵と戦いを余儀なくされ、感情をあらわにする親父。クソ。やられたままで終われない。今度は親父から仕掛ける。攻撃は最大の防御。俺から仕掛けてやる。出てきやがれヒットマンめ。
俺の叶う相手ではなかった。今日はこの辺りでやめといてやる。うんこ。人質は預かった。先客が嫌がった。イラッとする。血と狭いがここで我慢しろ。これを狙ったんだ。おとなしくここに入ってろ。他の奴らがお前たちを助けてくれる。今日は疲れた。今日も無事に物を届けれた。運転手は毎日見えない敵と戦ってる。時には現場でも戦うことあります。今回もヒットマンに狙われましたが、返り討ちにしてやりました。ヒットマンも相手を間違えたね。物を届けたからといって安心はできません。どこにヒットマンが潜んでるかわからないのです。この雨もおそらくヒットマンの仕業です。帰り着くまで気を緩められない。この乗用車の中にヒットマンがいるかも。予想外の行動してくるかもしれない。ヒットマンだらけの国道、神経すり減らせてます。そんな中、運転手は毎日仕事してるのです。明日はバカミ事故、ヒットマンにご注意。運転手の皆さん、ご安全に。ご視聴ありがとうございました。